アイテム番号 SCP-339JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-339JP は SCP-339JP 特別収容用地下サイト 81FD に一貫して収容が継続されます。 SCP-339JP-A はサイト 81FD 中央の収容エリア起点に安置してください。 SCP-339JP-B は収容エリア起点内に建造されている小型滝の屋にて生活を行わせてください。小型建屋は電子錠と高圧電流によってロックし、 SCP-339JP-B の逃亡もしくは SCP-339JP-A を除いた何らかの存在の小型建屋への侵入を防止してください。 SCP-339JP-B との連絡は小型建屋うちの監視カメラと直通電話によって行ってください。直通電話による SCP-339JP-B との会話は既存のマニュアルに従って計画的に進行し、収容の事実を SCP-339JP-B から可能な限り隠蔽してください。また、SCP-339JP-B に対して開放されているウェブ上の全情報、全ページの管理は4時間単位で更新してください。小型建屋の窓には立体現実造影装置を取り付け、収容以前の景色が完全に再現されるようにしてください。この景色は、実際の景色と常時同期されるよう、管理点検を徹底させてください。サイト、81FD は高さ13メートル、直径517メートルの円形施設です。収容エリア、起点を除いたエリア A1 から E10 は規則的なハニカム構造によって区切られています。このうちエリア A1 から A7 を除く全ハニカム構造エリアには常に D クラス職員を居住させてください。エリア A1、A7 はサイト、81FD 内ライフラインの維持設備、記録室、複製記録の保管所によって構成されますが、サイト、81FD 居住者である D クラス職員を除いたあらゆる職員はサイト、81FD への立ち入りが禁止されています。施設の点検、補給、修理、D クラス職員もしくは SCP-339JP-B への生活物資運搬はすべて遠隔操作のロボットによって行ってください。SCP-339JP-B が活性状態に入ったことが確認され次第、サイト、81FD は地下700メートルまで沈下し完全隔離されます。この状態は SCP-339JP-B が非活性化するまで継続され、非活性化による再上昇が完了し次第、沈下システムの再点検を実施してください。非活性化後、問題なく SCP-339JP-B が外出した場合、SCP-339JP-B に埋め込まれた常時管理デバイスを起動してクラス A 記憶処理を実行した後、専用ドローンにより小型建屋内へと再収容してください。外出が正常に行われなかった場合に備えて、収容エリア、起点の内壁収納庫には SCP-339JP-B 強制収容用の武装ドローンを待機させていてください。説明。SCP-339JP-A は集合住宅のうちの1部屋です。その部屋を構成するドア、壁、天井、床、窓等の外界との接触を持った材質も含めた異常存在であり、それらの外郭部によって構成された一つの異常物であるとみなされています。現在、SCP-339JP-A は集合住宅の改修に偽装した改修手順によって切り出され、専用の地下収容用サイト、81FD に収容されています。SCP-339JP-A はライフラインとの断絶、もしくは損傷の有無に関わらず、内部の物品は正常な機能を有します。電気、水道、
ガス等によって家電製品や設備が正常に作動することが確認されていますが、それらの供給源は現在でも不明です。また、内部の物品の持ち出しは、即座に SCP-339JP の限定的な一時活性化を招きます。その場合、SCP-339JP-A は物品の回収を優先し、回収が完了し次第非活性化します。SCP-339JP-B は19歳の日本人男性です。氏名は、で戸籍上にも実在する人物であり、年から SCP-399JP-A で居住を開始するまでは、何ら異常性を持たない人物であった可能性が高いと見られています。SCP-339JP-B は通常異常性を持たない存在であり、その異常な性質はあくまで SCP-339JP-A と SCP-339JP-C との関連によって定義づけられているに過ぎません。SCP-339JP-A の内部に SCP-339JP-B が侵入するか、もしくは SCP-339JP-A 内部に SCP-339JP-B が存在しない状況が26時間以上継続された場合に、SCP-339JP の活性化現象が開始されます。活性化と同時に、SCP-339JP-A の外部壁面下部から、節足動物の足に類似したデザインと機能を持った8メートルの触手が計9本出現します。この触手を用い、平均 42km 毎時、最、65km 毎時で SCP-339JP-A は移動を開始します。活性化現象中、SCP-339JP-A は一切の物理的な影響を受けず、あらゆる物体を透過して移動を続けますが、移動用の部位を使用していることから、SCP-339JP-A 側からの接触、が移動には必須であると考えられています。活性化中の SCP-339JP-A は移動を続けながら、自らの透過能力を利用して積極的に人間を内部に取り込もうとします。内部に SCP-339JP-B が存在しない場合は SCP-339JP-B の取り込みを最優先で実行しますが、そうではない場合は、不規則に動き回る中で遭遇した人間を取り込むようです。この活動によって内部へと取り込まれた人間、SCP-339JP-B は除く、か一時的に SCP-339JP-C へと固有の変異を遂げます。SCP-339JP-C は、活性化中に SCP-339JP-A 内部に取り込まれた人間に発生する特定の人格です。内部に取り込まれた人間は元々の人格と記憶を喪失し、その代わりに SCP-339JP-C 各個体の人格と記憶が発生します。SCP-339JP-C はあたかも SCP-339JP-B の旧知の人物であったかのように振る舞い、前回の活性化現象から引き継がれた記憶を有します。SCP-339JP-B も SCP-339JP-C に対して友人のように振る舞い、何ら違和感を抱きません。SCP-339JP-A は活性化中際限なく人間を内部に取り込み続けますが、それらすべてに異なった人格の SCP-339JP-C が発現します。また、それらの人格は、SCP-339JP-A 内部に人間が取り込まれた順番で、発現する順番が決まっています。そのため、多くの場合で SCP-339JP-C1 から C8 までの人格の出現は最低限観察されます。また、内部に SCP-339JP-B が存在しない状態で活性化が発生し、
SCP-339JP。A によって SCP-339JP。B が最初に内部に取り込まれる例においては、SCP-339JP。B の一部記憶に改変が生じ、初めからそこにいた、という記憶を有するようになります。SCP-339JP。A の内部空間は、不明な理由から SCP-339JP。A 自体の移動や軌道による傾き、衝撃、慣性などの影響を受けていません。また非活性化後の SCP-339JP。B への偽装済みインタビューでは、SCP-339JP。A が投下した物体も内部空間には現れておらず、内部へと取り込まれたように見えた人間に関しては、みんな普通に玄関から入ってきた、と証言しました。これによって内部空間は静穏な環境に常時保たれているとみられ、SCP-339JP、B と各 SCP-339JP、C のコミュニケーションは常につつがなく進行しているものと思われます。SCP-339JP は活性化開始の12分から48分、53分、68分、157分、189分の間で突如非活性状態へと移行します。非活性化と同時に、SCP-339JP、A は活性化直前の位置に瞬間移動し、内部に取り込まれた人間も SCP-339JP、C としての人格と、その間に過ごした時間の記憶を喪失した状態で、取り込まれる直前の地点に瞬間的に移動されます。その後、SCP-339JP、B は SCP-339JP、A より、外出、します。ポイ1、SCP-339JP はその実際的な危害性こそ低脅威であるものの、その性質から収容難度が高く、一般社会への機密の暴露という面での危険性から、当オブジェクトの収容のみを目的とした収容サイトの構築が実行されました。しかしながら、活性化中の SCP-339JP、A が、土中等何らかの物質で満たされた空間においても移動が可能であると判明し、その上 SCP-339JP の活性限界時間が未だ特定できていないことから、特別収容プロトコルの改定の必要性が現在協議されています。また、SCP-339JP、B が SCP-339JP、C と共謀して収容を違反する可能性があることから、SCP-339JP、B に対しては収容の事実を隠蔽するよう、複数回の記憶処理の実行を含んだ偽装用のプロトコル適用が決定されました。ポイ2、活性化中の SCP-339JP、A 内部空間を記録する試みは、透過による機器の脱落もしくは極端なノイズの発生によって困難と見られていましたが、SCP-339JP、B の手によって持ち込まれ、使用されている記録装置のみ内部空間において問題なく使用可能であることが発見されました。これに基づいて、SCP-339JP、B に対して記憶処理を含んだ心理誘導を行い、自発的にデジタルビデオカメラを携帯させることで、活性化中に SCP-339JP、B が、ホームビデオの撮影、を実行しやすい環境を整えました。この実験は現在までに37回実行されており、そこで観察されたデータやプロファイリングから得られた、それぞれの SCP-339JP、C 個体の情報を下に記載します。これらの調査は現在まで続行されており、情報は更新される可能性があります。番号 SCP-339JP C1 推測される性別男性格の考察活動的でユーモアに富む不謹慎な冗談を好む
SCP-339JP、B との関係、親友、SCP-339JP、B と最も親しい人格。特筆すべき言動、自らの私生活についての話では、6、という数字が頻出する。番号、SCP-339JP、C に、推測される性別、男。性格の考察、消極的だが人好きのする性格。前髪を払う癖がある。SCP-339JP、B との関係、友人。特筆すべき言動、なし。番号、SCP-339JP、C3。推測される性別、男。性格の考察、暴放雷楽だがデリカシーに欠く。SCP-339JP、C4 と兄弟関係にあると思われる。SCP-339JP、B との関係、友人。特筆すべき言動、かな、と呼称される架空の女性と交際しているかのように振る舞う。番号、SCP-339JP、C4。推測される性別、男。性格の考察、対人関係について消極的であり、卑屈。SCP-339JP、C3 と兄弟関係にあると思われる。SCP-339JP、B との関係、兄の友人。特筆すべき言動、各個体の会話に自らが参加していないときに、未知の言語で構成される特定の言葉を小声で、高速で読み上げることがある。番号、SCP-339JP、C5。推測される性別、女。性格の考察、一切喋らず。未知の手話によって他の個体と会話を行う。全個体は、手話の内容を理解している。SCP-339JP、B との関係、親族、おそらく名。特筆すべき言動、手話の部分的な解読に成功。他個体との会話の流れから察するに、かな、という架空の女性の友人であると思われる。番号、SCP-339JP、C6。推測される性別、男。性格の考察、普段は完全に犬として振る舞い、他個体も本個体を犬のように扱っている。SCP-339JP、B との関係、飼い犬。特筆すべき言動、犬のような振る舞いの最中に突然 SCP-339JP、C4 と同様の言葉を高速で読み上げる。番号、SCP-339JP、C7。推測される性別、不明。性格の考察、男の人格と女の人格を有し、数秒単位で頻繁に入れ替わる。どちらの人格においても、活発であり冗談を好む。SCP-339JP、B との関係、男自由人、同じ異性としての行為。特筆すべき言動、人格が入れ替わるたび、それと同時に他個体も、本個体の現在の人格に合わせて認識や会話が順応する。番号、SCP-339JP、C8。推測される性別、男。性格の考察、社交的かつ利他的だが、SCP-339JP、C9 の相手を最優先する。自分の脇腹をつねる癖がある。SCP-339JP、B との関係、友人。特筆すべき言動、SCP-339JP、C9 と恋人関係にあると思われる。SCP-339JP、C9 の耳元で、あらと、切る、来たる、とつぶやくのがこれまで18回確認されている。番号、SCP-339JP、C9。推測される性別、女。性格の考察、少々ヒステリックで偏屈。SCP-339JP、C8 に依存している。
SCP-339JP、ビートの関係、警戒の対象。特筆すべき言動、SCP-339JP。C8 に耳元でつぶやかれるたびに、同じく耳元で、未知たる、未知、帰る、とつぶやき返す。番号、SCP-339JP、C10。推測される性別、男。性格の考察、極端な笑い上戸。個体同士でのコミュニケーションにおける様々な場面をカメラで撮影している。SCP-339JP、B との関係、友人。特筆すべき言動、カメラを所持していない人間が取り込まれた場合であっても、本個体が SCP-339JP、A 内部空間に出現した時点で、必ず同一のカメラを携帯している。このカメラは SCP-339JP の非活性化による転移と同時に消失している。番号 SCP-339JP、C11。推測される性別、男。性格の考察、厳格かつ無口だが、飽きやすくもあり、好奇心も強い。SCP-339JP、B との関係、父。特筆すべき言動、SCP-339JP。B の父親として振る舞うが、SCP-339JP。B の実際の父親とは明らかに異なった性格と言動と記憶を有する。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録。またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。